君お疲れ様。だいぶ疲れてるみたいだけど大丈夫ああ戻る前に楽屋で寝かせてもらったからな体力的には問題ないただ例の役割の件でだいぶ時間を取られてしまっている進捗はまだ3割程度だろうかそれでも十分すごいでしょう 私の方は、まだどうやってやるか考え中だし。私も練習はしてるけど、これでいいのかなって悩みながら進めてるよ。でも、そう簡単に答えが出るものじゃないし、考えながら一歩一歩進んでいけるといいな。だねあ,あ、でも、もうみんな帰らなきゃいけない時間か。 そうだな。そろそろアキトにも声をかけて。いや、アキトは今日からケンさんと特訓をするんだったな。私たちが寝てる間に約束しててびっくりしたよね。でも、そっか。最近父さんが歌ってたのって、このためだったんだ。え 父さん最近ずっと私たちが学校行ってる間も歌ってるっぽいんだ。多分、現役の時の勘を取り戻そうとしてたんじゃないかな。現役時代の私も今度聴かせてもらいたいな。うん、そうしてよ。父さんの歌は、本当にすごいから。 それじゃあ改めてよろしくお願いしますまったく相変わらず前のめりなやつだなまさか今日からすぐに始めてくれと言われるとは思わなかったぞやるなら早いに越したことはないと思うんですみません無理言っていや気にするなさてアキト ロダンで言ったことは覚えているなはい力を抜いて心のまま歌えですよねそうだもちろん力を抜くと言っても手を抜けってことじゃないちゃんと全力で歌えようっすで練習の方法はシンプルだ俺とお前で交互に歌ういいか はいよしそれじゃあかかってこいケンさんのことは見慣れてるってのにこうやって向かい合うとやけにでかく見えるだがここでビビってられるかよわざわざケンさんが見てくれんだ 胸を借りるつもりでやらねえとな。行きますよし。声の調子はいい。今日のイベントよりやれてるくらいだ。だが、こんなもんじゃ、まだまだだ。 悪くない。だが、まだ力が入っているな。すみません。謝る必要はね。それをどうにかするための特訓だからな。さて。それじゃあ、次は俺の番だ。行くぞ。 《すげえ》昔ならすげえってことしか感じられなかっただろうなだが今は違うここまで歌ってきたからわかるケンさんの歌はタイガさんの歌みたいにパワーで圧倒するタイプじゃねえ。 びっくりするくらい冷静だ。ブレス一つ取っても、嘘だろってくらい隙がねえ。そんでこれは、人、努力で手に入れた力だ。毎日バカみたいに練習して、地べたを這いずり回ったからこそ、手に入れた力。そんな気がする。その証拠に、とんでもなく、 熱い冷静なのにやけどしそうなほど暑いまるで <laughs> やっぱすげえ人だまずはこんなもんだなアキト 今向き合っている俺に何を見ているあいろいろあるだろう昔お前が見た景色だったりな俺の中にお前はあの夜をラッドウィーケンドを見るはずだお前はそれに向かって難しいことを考えずに歌え 全力でな。ラッドウィーケンドに向かって。落ち着け。ケンさんの言う通り。難しく考えすぎるな。まずは、素直に受け止めろ。力を抜いて、心のままに。ラッドウィーケンドに向かって、歌うつもりで。 うん、今日はここまでにした方が良さそうだな。そろそろ体力の限界だろう。今日はゆっくり休んで明日に備えろ。あ、はい。くっそ。ダメだ。全然わからねえ。歌っても歌っても、いつもと変わらねえし。 ケンさんの反応も変わらねえ。一体、どうすればいい